この時間は脳腫瘍の正しい知識と最新の治療について、あなたの家族が脳腫瘍と言われたらをお送りします。講師の先生は国立がん研究センター中央病院脳脊髄腫瘍科の大野誠先生です。大野先生は1998年に京都大学医学部を卒業後、脳神経外科の研修を行い、2009年より国立がん研究センター脳脊髄腫瘍科に勤務をされています。主に悪性脳腫瘍の診療と研究に従事されています。患者さんが良くなるように安心して治療が受けられるように心がけて診療されているそうです。大野先生、お願いします。どうもよろしくお願いします。国立がん研究センター中央病院の脊髄腫瘍科の大野と言います。今回話をいただいて、どんな話をしたらいいのかなと思ったんですけども、主に総論的な話になりますが、もしあなたが脳腫瘍と言われた時、あるいは家族が脳腫瘍と言われたらちょっと困るだろうなというふうに思いますので、その辺を踏まえて少しお話をさせてください。もし脳腫瘍と言われたらどう思うかなと思ったんですけども、やはりどうして自分がとか、何か生活上で悪いことがあったのかとか、あるいは具体的に手足動かなくなってしまうのか、言葉が出なくなってしまうのか、あるいは治療はどんなのがあるのか、脳腫瘍と聞くとやはりもう不治の病で治らないのかというようなことを思われると思うんですが、それで頭の中真っ白になって、もう次考えられないということになると思うんですけども、そうではなくてですね、やはり大事なことはですね、ここに僕が考えることでは7つぐらいかと思います。何よりも病気を理解することで、症状を理解することで、治療、どんな治療があるかということを理解すること、して、治療に伴うメリットとデメリットがあるということと、あとは周りの協力ですね。脳腫瘍の場合は頭の病気ですので、患者さんがだんだん悪くなってくると動きにくくなったりしますので、そういったところで家族の役割が重要になってきます。で、何よりも主治医の先生ですね。主治医の先生とよく相談することと、家族がやっぱり支えてあげるということが一番大事だろうと思います。で、まず第1番目、病気を理解することですね。脳腫瘍と一言で言いましても、原発性の脳腫瘍と、転移性の脳腫瘍っていうのがあって、で、原発性脳腫瘍っていうのは、良性悪性合わせて約150種類ぐらいあります。かなり細かな分類があって、で、なかなか難しいんですね。で、ただ画像とかですね、年齢とか部位とかを見ると、大体どんな病気かっていうのは手術する前から分かってきますが、最終的にはやはり手術をして、組織診断っていうんですけども、診断をするということで、病気の診断がついてきます。で、実は原発性脳腫瘍よりも転移性脳腫瘍の方が数が多いんですけども、元のがんですね、がん患者さんのがんによって頭に転移してくるということがあります。で、がん患者さんの10%ぐらいが発症するんじゃないかというふうに言われています。で、多いのはやはり肺がん、乳がん、あと消化器がんですね、になってきます。で、原発性の悪性脳腫瘍の種類ですね、よく神経膠腫と言われる病気、ここにはグリオーマと書いてますけれども、やはりグリオーマが約4分の1で、髄膜腫というのが4分の1で、下垂体にできる下垂体腺腫というのが約20%ぐらい、あと神経鞘腫というのが10%で、その次の多いのが頭にもリンパ腫ができます。で、こういうのを中枢神経系原発の悪性リンパ腫といいますが、こういうのが5番目に来て、その他、あとたくさんのものがここに含まれてくるわけで、で、この中で悪性と言われるのはこのグリオーマとこの悪性リンパ腫ですね。で、ここにあります髄膜腫、下垂体腺腫、神経鞘腫というのは、いわゆる良性腫瘍と言われるもので、後で出しますけれども、良性腫瘍の場合は、手術で取れれば良くなるという形になります。ただ、気をつけないといけないのは、髄膜腫と一言で言っても、髄膜腫の中には、10%ぐらいは悪性のものがあったりもしますし、なかなかこう手術で取りきれないというところもあって、再発を繰り返すということもあって、良性ですけども難しいことになる病気でもあります。
で今悪性あ原発性の脳腫瘍のことですけれども、まあ、良性と悪性今お話ししました。で良性腫瘍場所をですね、まあ、ざっと言いますと、まあ、良性腫瘍というのは脳の外から発生して、まあ、髄膜腫というものは脳を包んでいる膜からまあ発生すると。で下垂体というのは下垂体ってまあ、ホルモンを出す1センチぐらいの場所なんですけれども、ちょうど目神経の下あたりにあるところですね。で神経症腫というのは脳神経です。でよく出てくるのは聴神経症といって、まあ、耳、まあ聴神経、まあ、耳の、ものを聞いたりバランスを取ったりするところから出てくるものですね。で悪性の脳腫瘍というのは、まあ、簡単に言うと脳の中に発生して、まあ、浸潤するという、この浸潤というのが結構大事なキーワードになってきます。で、まあ、先ほど言いました一番多いのが神経膠腫という病気で、これはまあ脳にはその神経細胞ですね、神経細胞があって、でまあ、それがちゃんと適切に働くために、支持する保護するのが、まあ、グリア細胞というのがあるんですけれども、まあ、そういったものからまあ、出てくるだろうと言われていて、まあ、どこから出てくるというのは、まあ、厳密には気にはまだ分からないんですけれども、そういった神経細胞ではないんですね。で悪性リンパ腫というのは頭にはリンパ組織がないんですが、まあ、これが出てくる、これもどこから出てくるのかというのは実はよく分かってはいないんですけれども、まあ、現実的には頭の中にリンパ腫というのができてきます。でちょっと先ほどの中には出てこなかったその他のところになりますけれども、頭の中に肺細胞腫瘍というのが出てきます。割と若い患者さんに起きるんですけれども、こういうのも出てきますね。ではそうですね、大事なことをもう一個、頭の病気ですね、というのは例外はありますけれども、基本的には例えば頭から肺とかですね、他のところに転移はまあしないということは、まあ、他の臓器のがんと比べると、まあ、大きな特徴だろうと思います。で、まあ、転移性脳腫瘍先ほど言いましたけれども、まあ、頻度を見ますとやはりまあ原発として一番多いのが肺がんですね、約まあ半分弱ぐらいを占めてきます。で続いて乳がん、大腸がん、まあ、腎がん、そしてまあその他のがんですね、になってきて、まあ、まあ僕らよく肺がんの患者さんの手術をよくするわけなんですけれども、まあ、まあ肺がんが多いだろうと思います。でまあ、2番目症状ですね、症状に関してですけども、頭っていうのは それぞれ場所によってですね、働きがあります。例えば物を考える場所、手を動かす場所、足を動かす場所とかいろいろありまして、例えば物を考えるのはいわゆる前頭葉ですね、これは頭を左側の頭を横から見た脳のですね。でこの辺に目があって、こっち後ろなんです。こっちが、脊髄といって手足の方に神経が行くところですね。でこの頭を見ますと大きな溝がありまして、ここに紫と黄色を分けているところが、まあ、中心孔といって、これより前が前頭葉で、これより後ろが頭頂葉になります。でもう一つ大きな溝はここに、あってですね、これは前頭葉、頭頂葉と側頭葉というところを分ける大きな溝があります。でまあ、物を考える場所というのはいわゆる前頭葉ですね、特に右利きの方の場合は左の前頭葉です。で手を動かしたり足を動かしたりする場所というのはこの中心孔という溝のちょい前ぐらい、この黄色のここですね、ここが手を動かす場所ですね。でこの紫のこの溝の後ろ側、ちょい後ろ側が感覚中枢といって、手足の感覚がの感じを感じる場所です。で言葉をしゃべる場所と理解する場所というのが実は違っていて、しゃべる場所というのはこの前頭葉のこの下のあたりですね、ちょうどこの溝のちょい上ぐらいになってきて、で言葉を理解する場所というのは今度側頭葉ですね、側頭葉のこの上のあたりになってきます。で、まあ、しゃべるのと理解するのというのは、まあ、独立しているわけじゃなくって、相互に連絡をして、働いてますので、ここをこうつなぐようなこう繊維があって、でこれでまあ自分が喋った言葉を理解して、さらに理解したものから喋るというようなこういう連絡路があると言われています。で物を見る場所というのは目がここにあって、ここからずっと神経が来てこの青いところですね、この後頭葉というところで、物を見る働きがあります。でバランスを取る場所というのがこの赤で見てます、この小脳というところですね、
大脳と小脳と分かれるんですけれども、小脳という場所で、バランスをとっています。ですから、まあ、あの病気の場所によって、症状が出てきますし、逆に症状を見ると、あ、この人はどこに病気があるんだというのが大体あの予想がつくわけですね。で、まあ、例えば画像ですね、よく、まあ、患者さんもしいらっしゃればあれなんですけれども、あのこういう、MRI の画像を撮ったときに、あなたはここに病気がありますよ、これはこっち右側、こっち左側なんですけれども、右側の前頭葉というところにこう病気があると、これは場所としてはここになるわけですね。でこういう画像ですね、ここですね、ここはあのちょうど手足を動かす場所になるわけで、まあ、ここですね、ここになってきます。でちょっとずれてますけれども、これは側頭葉という場所になってきまして、先ほどお話したここですね、ここに病気がありますと言葉がうまく理解できないという症状が出ます。で少し別の写真、ここに病気がありますが、これは小脳と言われるここですねというのがありまして、まあ、僕らは患者さんの症状と、まあ、検査をして、そしてあのどこに何があるかっていうのを大体予想してくるわけです。で逆に、まあ、例えばあの、まあ、こういったところに病気があると、あのここ物が考えにくいだとか、この辺だと手足動きにくいとかっていう症状があの、まあ、出てくるというようなあの形ですね。で3番目、治療方針に関してですけども、まあ、ざっくり、まあ、個々の病気がありますので、まあ、それ一つ一つ言うとあの話が まとまらないので、まあ、ざっくりとお話をします。まず良性の腫瘍に関しては、まあ、良性っていうのは先ほど言った通り脳の外から出てくるものですから、まあ、ある程度あの脳から腫瘍を剥がしてこう取れることができます。ですので、まあ、手術で全部取れることができれば、まあ、治癒が期待できるということですね。ただまあ脳の場合はまあ全部こうごそっとこう取ることができなくって、どうしてもこう取るとやっぱり症状が出ることがあって、それで全部取れないことがあって残ってそこから出てくることがあるわけですね。でそういった場合には、まあ、放射線治療をやることがあります。でただまあ聴神経腫瘍といって耳に出てくる腫瘍に関しては、いわゆるガンマナイフという、まあ、放射線治療の一種なんですけれども、こういったものも行われていることもあります。で化学療法、いわゆる抗がん剤の治療ですけれども、まあ、一般的には良性脳腫瘍には行われないと思います。でまあ、治療ですね、まあ、物があればじゃあすぐ手術をした方がいいのかというところがなかなか難しくて、まあ、症状がなければ、まあ、様子を見るというのもまあ選択肢だろうと思います。特に、まあ、例えば髄膜腫みたいなのは割とこう女性で割と高齢中高年の女性の方にできることもあって、で、まあ、大きくなるスピードっていうのも、まあ、これも人それぞれなんですが、ちっちゃい場合は様子を見るという形で、例えば80歳ぐらいのおばあちゃんで症状がなければ、まあ、手術しなくてもいいんだろうとは思うこともあります。ただ、まあ、患者さんはやっぱり不安に思うんですけども、まあ、僕もその時言うんですけども、200歳ぐらいまで生きるんだったら手術した方がいいけど、まあ、そんなことはないから、まあ、ちょっと様子見ましょうかというふうに言って、まあ、定期的に、写真を撮りながら見ることも多いですね。で一方悪性脳腫瘍ですね、悪性の病気です。これはですね、手術というのは当然しなくちゃいけないんですけども、まあ、先ほどお話した浸潤という言葉がここで出てきて、浸潤というのは脳の中にこう病気がこう染み込むようにこう発生していきます。ですので、まあ、言葉のいわゆる全摘出っていう全部取ってしまうということは現実的には無理ですね。とするともし全部取ろうと思うと、その染み込んだ脳の、正常な脳がいて、腫瘍がいてっていう、そういう正常な脳のも取らなくちゃいけなくなって、そういう意味で、全摘出っていうのは不可能なんですが、ただまあそうは言っても可能な限り取った方が予後がいいというのが実際のところです。で、まあ、とすると可能な限り取る努力をすると、やはりまあそこで神経とか神経の繊維っていうのが手術によってダメージを受けてしまうと、手が動かなくなったり言葉が出なくなったりってことがありますので、まあそうならないようにっていうのが、まあ一番僕らの注意すべきところになって、後で手術のお話はしますけれども、そういったところの工夫をやってます。
でただ一方ですね、悪性リンパ腫という病気とか、あと肺細胞腫瘍というのは、これ実は化学療法がすごくよく効くんですね。まあ、放射線治療、化学療法がよく効きますので、こういった病気の場合は、ただまあ診断は必要になりますので、手術は必要なんですが、一部だけ取ってくる手術ですね、こういうのを生検といいますが、をやって、まあ、診断を確定して、でまあ、なるべく早く抗がん剤の治療とか放射線治療をやるという形になりますので、少し手術の同じ手術といっても、そのやり方と目的が違ってくる病気ですね。で放射線治療をですね、まあ、先ほどお話した通り浸潤してますので、手術で全部取りきれないということですから、まあ、浸潤してるだろうと思われるところ、これは画像である程度想像はできるんですけども、そういった場所に対して、放射線治療をやっていきます。でグリオマという、まあ、神経膠腫に関しては局所ですね、腫瘍の周りプラスアルファのところに放射線をかけるというやり方です。で悪性リンパ腫というのは脳の中に多発しますので、基本は全脳照射になります。で、まあ、転移性脳腫瘍っていうのは、ま、もうこれも悪性脳腫瘍ですけども、まあ、これに関してはガンマナイフをやったりですね、あとまあ全脳照射をやったりということで、まあ、個数とか大きさとかによっても治療法が変わってきます。で化学療法も組み合わせます。で抗がん剤の治療ですね。でグリオマにおいては、まあ、テモドロミドというのが、まあ、一番のキードラッグになってきまして、これが出ることによって初めて脳腫瘍、グリオマに関して、まあ、抗がん剤が効果があるということが分かった、まあ、非常に大事なお薬になってきて、まあ、今はこのテモドロミドを基本として、まあ、それに加えてどうするかというのが検討されている時代になってきています。で先ほど言いましたけれども、悪性リンパ腫や肺細胞腫瘍にはやっぱり抗がん剤をよく効くというふうに考えていいと思います。で治療のタイミングですけれども、やはりまあ早期に治療する方がいいだろうと思います。で、まあ、手術を、まあ、僕らはなるべく安全にしたいと、で患者さんはなるべく安全に受けたいということ、立場は違うんですけれども、やっぱり目的は実は一緒なんですね。で患者さんは手足動かなくなったら困るですし、僕らもそうなってしまうのは本当に困ることなので、もうとにかく一番のその手術で取りたいという気持ちと、症状を出さないということで、いろんな工夫をしてますので、そこを少し紹介します。で、まあ、腫瘍だけを取るのであれば、先ほど言った浸潤している脳まで取らなければ、基本的には症状は悪くならないということを考えますと、まあ、腫瘍だけを摘出するためにですね、こういったナビゲーションって言って、脳の実際手術の時に触っている場所を画像とこうリンクさせてですね、今触っている場所が画像のここだよっていうのを、まあ、ちょっとそこに写真を出してますけれども、そういうので見ていったりですね、まあ、これがそうですね、まあ、ここのところを、まあ、今顕微鏡で見てると、画像で、ここだよっていうことが言ってくれますし、あと術中のエコーですね、エコーで今見てるところをこう合わせていったりですね、あとこの 5ALA と書いてますけれども、これは手術中にです、手術の前にですねお薬を飲んでもらって、腫瘍だけに取り込まれるお薬があって、手術中にですね青い光を当てますと、このお薬を取り込んだ腫瘍細胞というのは赤く光ってきます。でこういった赤くないところは腫瘍じゃないところで、このお薬を取り込んでないので赤くないということなので、じゃあこの赤いところを取った赤くないところを残すということをすると、まあ、腫瘍だけを取れるだろうというような工夫があります。と、まあ、正常な脳を守るためですね、にはですね、例えばここの部分が腫瘍なんですけれども、ここにですねMRI です、特殊な取り方をするとですね、神経繊維ですね、神経がどういうふうにこう走っているのかというのがこうやって描出できますので、まあ、こちらを取らないでこちらだけ取るということとかですね、あと手術、これ脳の写真ですけれども、ここに白い線が入ってて、ここに電極が入っているんですけれども、こういった電極を用いて電気刺激をして、ここは手を動かしている場所だとか、言葉を出している場所だとかっていうのを確認して、そうでないところを取る、こういうのをモニタリングと言います。であと覚醒化手術といってですね、ちょっとこれはその部分なんですけれども、患者さんここですね、ここにカードを出して、ちょっと目が映ってませんが、カードを見て言葉をこうやり取りしながら手術をしているというような手術方法があって、もし手術中に言葉が出なくなったりすると、そこで一旦やめて、そこ以上取らないというような判断をしてやってます。
であとはですね、まあ、なるべく安全な範囲で取るという摘出をするための工夫として術中の MRI ですね、こういった形で手術はしてはいるんですけれども、まあ、手術中にですね、ここに MRI があってここに患者さんを入れてですね、あの頭をこれ開いた状況で MRI を取ってで残っているところを取ると、もし取れていればそれで終わりという形の判断をすることもできます。であとはあの頭にも内視鏡を使うことができます。脳の深部の病気に対してですね、こんな真ん中のところにあの手術をすると脳を傷つけてしまいますので、脳の中にですね、あの小さな管を入れて、このような形で内視鏡で見て一部だけを生検することができます。まあ、これによって脳の深部のところの病気に関しても安全に、摘出ができます。とあともう一個ですね、まあ、手術でこうやって病気があって取った後にですね、摘出した後のところにやっぱり腫瘍細胞がこう浸潤して残ってますので、そこに抗がん剤を染み込ませたあの薬剤ですねというのをこういって置いてくることもできます。でこれによってじわじわとこの周りのところに抗がん剤が染み出して、やっつけるという方法もあの開発されてきています。でこれがあの先ほど言いましたテモダールというテモゾロミドというお薬の効果なんですけれども、まあ放射線治療だけで治療した人と放射線とテモゾロミドというのをプラスしてみた時の生存期間というのを見ますとですね、まあ、こういう形でやはりあのテモゾロミドを加えた方がまあ生存期間が延長しているということが示されて、やはりまあテモゾロミドというのはあの有用なお薬だろうということが示されたあの結果になっています。でさらにまあそのテモゾロミド以降の新しい治療の開発として、まあ、ベバシズマブというお薬があって、まあ、これはあの血管新生阻害薬ですね。で、まあ、神経膠腫という病気はあの栄養を得るために血液がいっぱい来るんですけども、まあ、これを来ないようにするようなあのイメージで、いわゆる兵糧攻めというような形で、言っています。でこの薬はですね、まあ、初回から使って、まあ、生存期間を延ばすという結果は残念ながら出なかったんですが、実際に僕らがこう臨床の場まで使ってみると非常によく効くというイメージがあって、まあ、例えばこういった形でベバシズマブを投与する前はこんな形で病気があったのが、まあ、投与しても6日後ぐらいには画像上ほとんども見えなくなってくるというぐらいで、完全にこれで病気が治ったわけではないんですけども、患者さんが歩けなかった患者さんが歩けるようになったりということがある病気薬だと思っています。で、まあ、さらにも新しい治療の開発としてはまあ、いくつか紹介しますと、他のがんでも今やってます免疫チェックポイントの阻害剤とか、あとまあ抗体療法とか、あと抗線力学療法っていって頭の中に光を当てて、病気をやっつけるやり方とか、まあ、放射線治療の一つですけれども中性子補足療法というようなものがあったりします。まあ、これ抗線力学療法のやり方ですけれども、こう手術中にですねビームを当てて腫瘍をやっつけるというような方法も開発されています。で4番目ですね、治療に伴うメリットとデメリットですね、まあ、これここの病気の問題がありますので、まあイメージとしてはメリットと治療のメリットとしては症状が改善したり病気が良くなったり、あるいは生存期間が延長ということでありますけれども、まあ、デメリットとしては手術をすることによって、あるいは治療することによって、まあ、症状が逆に悪化したりですね、新しい症状が出現することがありますので、そのバランスを、まあ、取りながら、まあ、治療を考えるということになります。でまあ、一例ですけれども、まあ、抗がん剤テモダールというお薬、比較的安全に使えるお薬ではありますが、このように肺炎を起こすことがありますし、あとこれちょっと見にくいですけれども、口に糜爛ですね、皮膚の症状が出たり発疹が出たりということがあります。でですね、でまあ、こういったのを減らすためにどうしたらいいかということなんですけれども、まあ、まず、まあ気になることがあるとですね、まず大事なのはやっぱり観察ですね、どういうことが起きたのかという、ごめんなさい、記録観察した後記録ですねが大事かと思います。でじゃあ何をどうしたらいいかというと、このいつ何がどのようにっていうのが多分大事かと思いますね。いつ何が
どのように起こったかということですね、ということが観察されれば一番いいかなと。でそのままそれの症状が良くなれば経過を見ていて次の外来で先生に報告すると。でただだんだん悪くない場合っていうのはやっぱり、ちょっと患者さん遠慮しちゃうところもありますけども、先生に電話でもいいので報告してで見るというのもいいだろうと思いますね。その際には慌ててしまうとちょっと受け取り側の先生の方もびっくりしちゃいますので、ポイントとしては落ち着いて手短にということでしょうかね。ですあと周りの協力を得るということなんですけども、家族ですね、あと実は職場の人も結構大事ですね。職場に復帰したときにやはり協力していただくのにやっぱり職場の方です。あと友人とか近所の人とかですね、こういった人も大事で、結構普段からの関係っていうのが大事なのかなと思います。でお医者さん、看護師さん、ケアマネさん、ケースワーカー、こういった方も協力してもらうようなことが必要ですし、あと具体的には介護保険なんかを使うとでいいことですね。60歳以上の方は介護保険使いますけれども、40歳から64歳ぐらいの方っていうのはそのままでは使えませんので、ちょっと言葉は悪いんですけれども、がん末期というような言葉を使うと、こういったのが適用になってきます。ただ本当にそうだというわけではないわけですね。であと経済的な支援ですね。やっぱり抗がん剤もとか放射線とか使いますと結構お金もかかってきますので、高額療養費の制度を使ったりですね、傷病手当金とかあとは医療費の控除の制度を使ったり、障害年金とかですね、あと18歳未満であれば小児慢性疾患の医療費の助成があったりしますので、こういったのも使うということですね。やっぱり病気とはいえお金っていうのは結構大事ですね。で病院のケースワーカーさんにも相談することも解決策としていいと思います。介護保険ですね、こういった形で、自宅で受けられるものの中には訪問看護、訪問介護、リハビリで施設内に通うこともできますし、自宅の環境を整えるということですね、車椅子電動ベッドのレンタルとか手すりを使ったりということですね、こういったことをやるとですね。で先生とよく相談することもやはり大事だろうと思います。で僕らもその神様じゃないので全てわかるわけではないんですけども、そうは言いながらも、病気のことを、よく知っているのはやっぱり先生だろうと思いますね。で、いろんな治療した経過過程でいろんな問題が起きてきて、それに対して解決策を見つけなくちゃいけないんですけども、すぐにはこう分からないこともあるんですけども、その経過ですね、手術をしてその先どういう治療をやってそれでこうなったっていうのを知ってる先生っていうのがやはり問題を解決する可能性が高いだろうとは思います。で、病気を良くするために主治医の先生と一緒に治療することが近道だろうと思いますし、ただやっぱり他の先生の意見も聞いてみたいというようなことがあれば、これも遠慮なくというと語弊がありますが、思い切ってですね、先生と相談してみて、他の先生の意見も聞きたいということでセカンドオピニオンというのも聞いてもいいんじゃないかとは思います。で、これはですね、僕から思う先生と良い関係を築くにはどうかということですね。でまずはですね、患者さん病気に向き合ってもらわないと僕ら何もできないもんですから、病気から逃げないでください、ね、頭の病気だと伝えることもありますけれども、病気の治療はやっぱり自分のためなので、先生のためじゃないし家族のためじゃないんですね、とにかく自分で、のためだということです。で治療をですね、抗がん剤とか放射線とかやるのはやっぱり裏と表の関係があるんですけれども、やっぱりきちっと治療の約束ですね、決まり事を守って治療することが一番安全にできることだと思います。で、ご家族ですねも病気に一緒に向き合ってあげるということは非常に大事だろうと思います。でですね、もうあといくつかありますね。で言いたいことは分かりやすく簡潔にですね、いっぱい言われるとですね、分からないこともあります。言いたいこと気持ちもよく分かるんですけれども、できれば2個か3個ぐらいまでにこうまとめていただければいいですし、で言わなくてもですね、大事なことは先生からこう聞いてくれることがありますので、ポイントを言っていただいて、話をしながらということですね。
で、まあ、言い方としては伝えるべきことはやっぱり先ほどお話した通り、いつ何が、まあ、どのように起こったのかということと、それがそしてどうなったかということですね、まあ、ここら辺を伝えていただくと非常に分かりやすいと思います。で、あと言い格好しないことですね。で、まあ、なかなか言いたくない症状もあるんですね。失禁したとかですね、まあ、そういったことなんかなかなかこう伝えづらいこともあったりもしますし、あと意外と会社でですね、会社勤めしてて元気に来てるんですけども、会社でうまくいかないこととかっていうこともおっしゃる方もいて、まあ、そういったこともやっぱり言っていただくと、まあ、意外と例えばそうすると会社の方とこう僕らがこう話をしてあげて、まあ、ちょっとこういうことだからっていうのを理解してもらったりということで解決もすることがありますので、まあ、そういうことをですね言っていただければいいと思います。で、あとですね、まあ、お互い様ということもありますね、まあ、僕らも事情があったりもします。で、まあ、具体的なことを言うと、やはりまあ例えば手術予定していた患者さんがあっても、まあ、他の患者さんが急に悪くなっちゃって、そこで手術をしなくちゃいけないので少し時期をずらしてくださいということもありますし、あとはまあ入院中だとすると、あと他の患者さんが、隣の患者さんがやかましいとか、なんかいろいろこうおっしゃることもあって、気持ちもよくわかるんだけども、まあ他の患者さんも病気であったりっていうのもあるので、まあある程度その辺も考えていただければいいと思います。で、病院にもルールがありますので、決まりを守るということも大事だろうと思いますね。で、家族のサポートですね。まあ、どんなにですね、人でも気持ちが負けることがやっぱりどっかであると思います。で、その時にサポートできるのはやはりまあ家族だろうと思いますね。で、介護というのは結構大変だと思うんですけれども、まあ、頭の病気の場合はですね、まあ、残念ながらやっぱり10年、20年とこう病気で生きるわけじゃなくてですね、やっぱり1年2年3年で亡くなられることもありますので、介護ができる期間というのはそんなに長くはないんですね。なので、まあできる範囲のところで頑張ってやっていくというのも一つ大事なことだろうと思います。で、先ほどお話した社会資源を利用したりですね、あと家族会なんかもありますので、情報交換をするということもいけると大事だと思いますね。で、まあ、最後になりますけども、まあ、脳腫瘍の中には、まあ、手術のみで治癒する良性の脳腫瘍もあります。で、まあ、悪性脳腫瘍の場合は手術だけではなくて放射線治療や、まあ、抗がん剤の治療が必要になってきます。で、まあ、先ほどいくつか手術の話とかもしましたけども、まあ、悪性腫瘍の治療もまあ徐々に進歩してきてますので、まあ、今後もいろんな治療が出てくるだろうと思っています。で、まあ、まず現実的にはもう病気や治療法をよく理解して、まあ、主治医の先生と協力してまあ治療することがまあ一番大事だろうと思いますし、あとまあご家族もですね、まあ、病気に一緒に立ち向かってまあサポートしていってあげてほしいということです。以上です。小野先生、ありがとうございました。それでは会場からいくつか質問が来ておりますので、大野先生回答をお願いします。ご家族が、神経膠腫ということで、手術できれいに取れたということでしたが、病理診断では良性という診断になりました。それなのに再発してしまいました。その説明としては、手術によって、破腫、脳の中に広がってしまったということなんですけれども、それは避けることができるのでしょうか。避ける方法はあるのか、予測はできるのか教えてください。そうですね、まあ、手術によって、まあ、腫瘍がこう飛び散るって言ったらおかしいですけど、まあ、撒き散らせるようなことは、まあ、避けるようにもちろん手術はするわけなんですけども、まあ、予想ができるのかと言われると、なかなか予想はしづらいのかなとは思います。で、まあ、避ける努力はおそらく手術にはされていると思いますので、まあ、それでも広がったということかと思います。で、まあ、もし次に治療するのであれば、まあ、取れるものだったらもう一回取るということも手段になりますし、あとはまあ放射線治療も手なのかなというふうには思います。先ほど少し紹介のあった免疫チェックポイント
阻害薬は脳腫瘍で効きそうかどうか、まあ、先生のちょっともしかしたら視界になっちゃうかもしれませんが、免疫チェックポイントですね。今肺がんとかですね、悪性黒色腫なんかっていうのは非常によく効くと。でもうちょっと言うと効く、ものすごく効く人がいて、その人たちはずっと効いてるっていうようなことみたいで、効かない人は全く効かないっていうような理解みたいなんですけども、脳腫瘍においてはですね、ようやく今臨床試験が始まったところで、まあ、そうこと結論を出すのにはまだ経験がないんですが、まあ、効く可能性もあるんじゃないかなというふうには期待はしてはいます。ただまあ全員に効くとは思ってはいなくて、まあ、例えば10人いて1人とか2人とか3人とかっていう人にものすごく病気を聞いてずっとこう治ってしまうっていうことが起こるのかなというふうに期待をしてます。ダールを飲んでいる患者さんからですが、いつまで飲み続ければよいのか、期間が決まってますでしょうか。テモダールの期間はですね、これは実はあんまり決まってないんですね。で先ほど出しました放射線治療とテモダールというのの試験においては6ヶ月間というふうに言われていて、でただまあ6ヶ月以上飲ませているケースは実は結構多いんですね。で日本ではまあ、ちょっと海外と日本とでは状況が違っていて、日本では24回ぐらいこれまで飲ませてました。でアメリカなんかで12回ぐらいっていうふうに言われてたりしますので、ちょっと国によっても違うんですが、僕らのところももう1年ほど、1年か2年ほど前までは24回2年間飲んでいただいてたんですけども、最近は12回まで減らして、一旦様子を見るということに変えています。やはりまあ副作用の問題とか、あとあんまり長く飲んでいると二次がんって言って、別の病気になることがあってでですね、特に血液系の病気になることがありますので、まあ、症状が落ち着いていて病画像上も落ち着いていれば、1年間で今終わって様子見てます。臨床試験の情報をどうやって探したらよいかなんですけれども、具体的にもしグリオーマ G3 で参加できる臨床試験があったら教えてください。グレード3ですかね。グレード3ですね。グレード3に関してはですね、今JCOG って言って、まあ、日本の中の、まあ、主だった脳腫瘍の施設ですね、特に大学病院とか、まあ、がんセンターもそうですけれども、そういった組織では今グレード3に対しての臨床試験をやっています。で初発に関してやっています。で、まあ、もしそういうのに参加興味があるようでしたら、まあ、大学病院、多分おそらく主な大学病院は参加していると思いますので、そうと、まあ、主治医の先生からこう紹介していただくような形でいいと思いますね。で再発した場合はですね、グレード3に関してはその条件がいくつかありますので、参加できるものとないものとかあるかと思います。でその情報をどこから得ればいいのかっていうところは、まあ、まずは主治医の先生と相談になりますし、まあ、JCOG っていうのを見るとひょっとしたら出てくるのかなとは思います。国立がんセンターのがん情報サービスでも臨床試験を探すという可能だと思いますね。はい、はい、だと思います。点治療サイバーナイフで円形の脱毛ができたそうです。また髪は生えてくるのでしょうか。お分かりになったら教えてください。ですね、脳の表面ですねにある場合は、皮膚にもやっぱり染料が結構かかってしまうことがあって、で、まあ、脱毛が出ることがありますね。でその放射線の染料によっては
生えてこないこともあるんですけども、一応一般的には生えてくるというふうに考えていいと思いますね。で通常 の、 まあ先ほど出してます全脳照射とか局所照射とかっていうふうで当ててるような形の場合は一時的には抜けますけども、3ヶ月ないしは半年くらいから生えてきますよというふうに考えていいと思いますね。ガンマナイフ、サイバーナイフの場合はちょっと線量が多くなりますので、場所とかその線量によってはちょっと生えてきにくいケースもあるかとは思います。家族会の情報はどこで得られますか？家族会はですね、まあ、少なくとも、まあ、僕たちのがんセンターにはその家族会っていうのがあってですね、それで患者さんの家族がこう横のつながりをやっています。であとはもともと僕らのところで一緒にやってた方が、今やってる家族会っていうのがあって、アンブレラっていうの、アンブレラと脳腫瘍で調べると出てくると思うんですけども、まあ、そこもやってるんじゃないかと思いますね。あとはその各病院とかでそういうのがあるかどうかということは確認されてもいいかと思いますし、どうでしょうか、ひょっとしたらあんまりないんでしょうかね、世の中には。どうなんでしょうか。先生の講演の中にあった覚醒下手術というのは脳腫瘍をやっている病院ではどこでもできるんですか？覚醒下手術はですね、どこでもできますかというとどこでもできるわけではないというのが正直なところだと思いますね。やはり、脳外科医の経験も必要ですし、あと手術に置きますので麻酔科の先生ですね、手術の管理は麻酔科の先生にお願いしなくちゃいけませんので、麻酔科の先生の経験も必要になってきますので、どこでもできるわけではないと思います。でただある程度の大きな大学病院とか大きな病院とかになってくるとできる可能性があると思いますので、相談はできると思いますね。覚醒脳腫瘍の治療を受ける病院を選ぶポイントがあったら教えてください。先ほど言った通り悪性脳腫瘍の場合は手術だけでは治らないので、放射線治療、抗がん剤の治療が必要になってきますから、やはり、そういったところがを一緒にこう持っている施設っていう方がやはり、ずっとこう、その後も手術後も見て同じ病院で見ていけると思いますので、条件としては放射線治療、抗がん剤も含めてそこでできるかというところが一つポイントかなとは思います。でただ例えば痙攣なんかで発症して救急車と運ばれて脳の病気が見つかって、でやっぱりすぐ手術しなくちゃいけませんよっていう場合はやっぱあると思いますので、その場合にはその病院で手術をして、でその診断が出てから、放射線治療なり抗がん剤ができる病院に紹介してもらってそこで治療するというケースもありますので、最初の始まりのところによっても違いますけれども、もしこう状況が許すんだったらやはりずっとこう放射線も抗がん剤もできる同じ病院でできる方がいいかなとは思いますね。すいません、ご家族が凹凸機構車のグレード2だったんですけど、悪性なんですけど抗がん剤も、放射線も何もしてないんで様子見ましょうって言われてるんですけど、それで本当にいいのかななかなか難しい。これもですね、まさしくいわゆるエビデンスがないところなんですね。で、冒頭講習っていうのは抗がん剤がよく効くという説明をされていると思いますし、あと放射線治療をやるとやっぱり長期になってくるといろんな弊害が起きてくるので、それを先にするのか後にするのかっていうところも実は生存期間は変わらないっていうデータもあったりします。できっとこれ様子見てるってことはきちっと取れてると思うんですね、残ってないと思うんですけども、その場合には様子見るというのも一つの手としては十分あり得るとは思います。で痙攣止めは飲んでいるので、痙攣を予防しているということですね。本当に正しいですかって言われると比較してこうとこうとやって
でどちらがいいかっていうのになってきますけれども、そういった比較は残念ながらないと思いますが、十分リーズナブルな治療だと思いますね。大野先生ありがとうございました。どうもありがとうございました。